胸像たちの働きでさらなる仲間を得た九尾の狐。もはや戦力は十分に整った。復讐を果たすべき時が来たのである。九尾の狐は考えた。かの者らを倒した後、自分はどうするのだろう。永劫に続く時の中でいかに過ごせばよいのか。仲間となった者たちを従え、鏡の中の世界を我がものとする。それはそれで悪くはない。九尾の狐はそう思い始めていた。孤独に逃げ回るしかなかった頃よりよほどいい。全ては復讐を果たしてから。九尾の狐は胸像の仲間たちを率いて戦界の将たちの胸像が待つ地へと向かう。いざ参ろうぞ。そちらの力わらわのために使うがよい。最後までわらわに従うのであればそちらの願いを叶えてやろうぞ。宝でも領国でも何でもよい。望むものは全て与えてやろう。容赦はいらない。仙人と仙人に味方する者どもを撃て。ひとときの座興を楽しもうぞ。将来ね、僕のわらわを封じおって、この世界で復讐を遂げてくれん。天使たちはわらわと共に参る。わらわを陥れた生命目に思い知らせるのじゃ。よかろう。我が意向の前に異界の術者もひれ伏そう。他の者どもは南へ回るのか。なぜか人間らしい猿を倒してまいる。機会の限りを尽くしましょうぞ。仙人の城か。これがまだだね。お宝たんまり。あ、いたどうく。勝負だ。覚悟しろ。まだこれからだ。悔しいが、これは引かねば。敵将、僕が倒したよ。なかろう。セーブ、わらわをたばかった報いを受けよ。お前のようなキツネは退治してくれ。異例の指揮が。その首砕いた。天に昇るがいい。わざるを得ぬか。敵将の命など取るに足らぬわ。私が狐まで屈するとは。わらわをたばかるからじゃ。僕に任せて。よし、次は新王者。悪さをしてるのはあなたたち。逃さないよ。あ、お師匠様も来たのか。わ
その坂には我が戦術を施してやる。果たしてヒコーラに超えることができるのか。わらわの邪魔をしおるならば倒すのみよ。ここが貴様らの墓場よ。僕に任せて。おまたの働き天も見ておろう。覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。僕が倒したよ。生きていれば挽回の気はある。愛の限りを尽くしましょうぞ。見事なご活躍。するからですよ。害をなされては困ります。以降もかなりの深手ですね。ここは私の出番でしょうか。助けに行くよ。だが断れば疲労となる。私は直に手を下そう。極めて稀なのだがな。もう心配ありません。ジョーカーや復帰が倒してくれるでしょう。敵将、僕が倒したよ。どいてみよう。おろかしい。どうでもよい。倒してやろう。わらわが無双の力を見よや。その代わりに僕に任せて。ヒクラの力は見事というほかない。私を苦戦させ、末代までの誇りとせよ。まだこれからだ。
凶す。こう呼んでやる。化粧のものを滅する。ロークは俺が斬る。皆様、その方に従うのはおやめください。人間を騙し騒乱を招きました。力を貸してはいけません。この者はただの攻撃者ではない。永続たる私が従っているわけではない。ここは引こう。敵将、僕が倒したよ。その方に協力してはなりません。どうぞよくお考えください。お前は永続の名にいらぬ傷がついてはならない。私は彼についてやれば。おきつねの目を壊す男、ちょうどよ。お前、千人を敵に回すってのも、お宝を探しろ。気づかないよ。できる。なんじゃと。うむら、許さぬ。許さぬぞ。教官を。限りを尽くしましょうぞ。見事なご活用。僕に挑んでも負けるだけなのに。裏切りなぞするからじゃ。そなたの働き天も見ておろう。戦いの限りを尽くしましょうぞ。わらわが無双の力を見よや。ここまで気負った。ならばわしが懲らしめてやるかの。なんとわしをも破るとは。わらわの恨み思い知ったか。なんじゃ、たわいないの。ここではわらわのみが本物、他の者に勝るは道理か。まあよい、せいぜい楽しもうぞ。いずれまたこの世界をいずる時まで。時に勝利なぞ、たわいなきもの。わらわの